始まりました。シューちゃんオートです。いよいよ最終日優勝戦でございます。ケイチロはいないけどね、タックン対シュウペイのね、様子になってるのからどうなんだろう。とにかく飯塚勢が今回強かったね。果たしてどんな優勝戦になるのか。今日もですね、7レースから最終レースまでやっていきたいと思いますので、最終日皆さんね楽しんでまいりましょう。では最後までご視聴よろしくお願いいたします。さあ1本目の7レースですね。ここは連勝をかけた田中将希選手、ね、スタートしっかりいってくれればもう頭まであるんじゃないかなというふうに思っております。まずはスタート全集中でクイー、さあ転じて伸びてこい、そこからトップスタートだ、イエーイ。2番山田徹が追いかけて2番手発進で、 そして5番田中将希、速攻戦展開築いて山田徹を叩いて出る1周目の3コーナー、よし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 、いいんじゃない。なりまして6番浅田慎吾が上司、さああと誰が追ってくるのか、浅田選手か、浅田選手今日スタートいった。8番二村飛龍、2周回目では4番飛龍はどうだ、捉えて6番手を得ました。落合選手スタートいけんかったか。後半に5番田中将希、すんなりと先頭を奪ってリード2車身半、番田高弘が2番手です。飛龍がちょっと飛んでる。2番の山田徹、そして6番の浅田慎吾が4番手、やばい、山田徹が残るか、かなりの縦長。3番落合が中段の後ろ、5番手となりまして二村飛龍がその後ろです。先頭5番田中将希、逃げて粘る1番番田高弘が2番手、山田徹が誰か来て後ろ、両者の距離感は2車身半、ダメだ誰も来ない。さらに僅差で6番浅田慎吾4番手、5番田中将希飛龍それ入ってこいよ。1番バンダがいっぱいいっぱい、2番手持ちこたえていまして、山田徹がむしろいっぱいなのか、6番浅田慎吾もそれほど距離感変わっていませんが、バンちゃん頑張って残り2着まで残って、ゼロ半勢の2番手争いは、さあ1番バンダ高弘まだ優勢に運んでいます。多少滑っている1番のバンダ、2番山田が再び猛追して、両者が再び並んできました。6番浅田慎吾4番手、ダメだあと1周だよ、2が残る、厳しそう、残り1周ブルーフラッグを通過しました。田中将希先頭で1番バンダ2番手踏みとどまりそう、山田徹3番手、誰も追ってこれ前残りだ、そして6番の浅田慎吾が4番手でこれから最終コーナーです。わヒル抜かれてんじゃん木山さんに、最終コーナーをクリア、昨日からの連勝、田中将希通り、将希おめでとう。1番人気中村京介、さあ8レースですね。これ4番の石貝選手、あとは8番の京介、4番8番この2車で勝負でございます。石貝選手スタート速攻からね、背面抜き出せれば頭まで十分あると思います。さあ行け、さあ石貝さん行ったぞ、秋田選手をまずどうだ、いや京介早い、その前に京介が早い、石貝さん頑張っていってくれ。7番増田京介が6番手展開、3番山崎進叩かれて、6番松山茂康それぞれ後方となっています。
週間さあ一回ぐらい石貝さん頭立とう。秋田隆博4番石貝武さあそこ叩いて秋田選手をまず叩いて入って入って入って。2周目の4コーナーでは新井博樹のリードは1車身半ほど。2番手は秋田隆博しのぎながら、いや入れんのか、いや秋田さんいった。さあそこチャンスに変わって中盤戦、外は勢いよく8番中村恭介、内は突っ張りながら石貝武幸、石貝が新井を攻略、外8番中村恭介まくって3番手と上がりそうでした。石貝さん頼む、秋田さんさばいて、秋田と石貝この両者の引っ張りで8番中村恭介3番手から前にどこまで迫れるか。4番石貝が仕掛けてくる、よっしゃ仕掛けた、秋田の内を捉えた4番石貝武幸、秋田選手頑張ってそこ粘って回りそうですが内が空いているか。8番中村恭介が捉えて先頭に出た、残り2周1000メートルを切って8番中村恭介抜け出して2番手4番石貝、3番手秋田貴博の体勢、1番新井博樹が4番手で再び2番秋田に逆転になることですか。そこキープ、そこキープ、頼ます。石垣さんも頑張って、あと1周中村恭介先頭、シリーズ2勝目に向けて最終周回は突き放した。いやー恭介早かった。2番手3番手秋田貴博、昨日ちょっとね不甲斐なかったんだけど今日しっかりねこの熱走路見事。8番中村恭介先頭で4番石垣さんもありがとう、秋田選手もありがとう、恭介おめでとう。さあ9レースですね、ここはまやちゃんと谷津さん、谷津さんの位置はねすごくいいと思うんですけど、今日はまやちゃんのスタートいけるんじゃない、そこ姿勢よかった。さあ行け、まやちゃん行け、まずは谷津さん行った注文通り。さあまやちゃんが外からグイーンと久しぶりにいいスタート見えた。さあ早めに松井選手をさばいて、よっしゃ。さああとは2位と8位、もうこれの一騎打ちでしょう。あと後ろどうなんだ、あるいは7番平田正孝と中大の進出、平田さんが来てる、5番の鈴木壮太、青島選手最終日しっかり3着までしっかり頼む、8番佐藤真也それぞれ同伴、あでも平田さん先に行かれてるか、どっちだ。まず真也ちゃん頑張って谷さんをさばこう、今2番手残り4周、青島さん来てもらった方が配当はいいんだけどな。6番青島雅紀も一社番手を上げまして、さああと3周真也ちゃん頑張れ、1番松井大和は交代の5番手です。先頭2番谷津このリードを守れるか、8番佐藤真也が2番手から追っていきまして残り3周を迎えます。さあ少しは縮まった、少し縮まった。さあここからここから青島雅紀が4番手の体勢、谷さんここから少し落ちるからね、真也ちゃんここでグーッとグーッと詰めよう、佐藤真也詰めてけ詰めて詰めろ。さあ青島さんも上がっておよう、まだ2番手先頭谷津とは2車身の距離。さああと2周あれば真也ちゃんいける範囲だろ、ここは8番佐藤真也、3番手7番平田正孝、さあ外まで振って、そう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 、いい感じいい感じ、外につけて揺さぶる佐藤真也を、次勝負だ。2番の谷津啓司4コーナーを立ち上がってくる、さあ切り返しながら切り返しの体勢から8番の佐藤真也、2番谷津のところを捉えました、残り1周回ブルーフラッグ。さあ3着目どうだ、それか谷津さんどうだろう、3番手から2番手の谷津を伺うところまで来ていますが、先頭8番の佐藤真也、2番手2番谷津啓司、7番平田正孝、3番手でその後6番青島雅樹、いやでも前者素晴らしいです、おめでとう。前逃げのケースというところも売れていました。
さあ10レースですね。ここは4番の牧瀬選手スタート一発、あとは今節大活躍山脇選手、ここね最後もしっかり頑張ってください。1番4番コロニシャでね勝負、さあ締めていこう。さあ牧瀬さん行け、そこから伸びろ。早船さんか、幕乗りを生かしてまずは先手を打って2番の早船さん、早え。覗いています。新井潤の攻め立てでしたが道地しのいで回る4コーナー、先頭さあ山脇さん頑張れ、最終日しっかり逃げちゃってください、行っちゃって。早船歩もスタートは上々のようで4番手から3番手に来ました。行っちゃってくれ。先頭ですが1番山脇、2番手2番道地、牧さんもう1回行こう。新井潤しのぎながらの3番手で追いすがってくる、再び7番早船歩夢、さらには8番佐々木圭も位置を上げてくるが、1個前で4番牧瀬良樹、うわいけねえや。新井潤の壁がかなり厚そうで7番早船4番手から攻略できそうなインコース、8番佐々木圭が僅差で続いてくるがここも引いています。頑張って頑張って山脇さん頑張って、山脇さん頑張って、2番道地良介、山脇さん頑張れ。3番新井潤ペース上がってきて、トップスタートで壁を作る競争になりました。ペース上がってきてしっかり。7番早船4番手、その直後に8番佐々木圭です。先頭争いは1番が詰まったか、2番道地良介のさあ仕掛けは1番山脇さん頑張って、逃げて逃げて逃げて、山脇さん頑張れ、あと2周頑張れ、ペースしっかり3着まで。早船をさばく8番佐々木圭が4番手まで上がってくるかどうかですが、3番新井潤がつながっていて、早船さん佐々木圭なかなか早船の前に出られませんが、ちょっと道開けて、残り1周半で単独4番手は8番佐々木圭となりました。圭さん来い、圭さん来い、先頭道地2番手、3番新井潤3番手、圭さん頼む、通過した8番佐々木圭4番手から前3人に接近するが、入ってくれ、1番山脇が粘る、3番新井潤の懐を捉えた、山脇さんそのまま行こう、山脇さんそのまま行こう、山脇さん頑張れ、圭さん頑張れ、圭さん頑張れ、圭さん行け、最後行け、1番の山脇隆が逃げてゴール。シリーズ2勝目を目指します。一番人気は総3秒30、さあ11レースになりましたけど、圭一郎最後しっかり締めて SG に向けて頑張っていこう。圭一郎まずスタートしっかり、3秒前大丈夫、圭一郎ナンバーワンはお前じゃ。スタートしました。さあそこから先陣で伸びていけ、グイーンと逃げていきました。そしてスタート構成10メートルからはうちの2人、2番東野正道が行って3番落ち直した、うちを狙って7番篠原敦が3番手、まずは位置を上げていきまして8番鈴木健一郎は、さあそこ落ち入っちゃう、まず落ちさんさばいて、後ろ3人は6番松尾博文、4番中野伸彦を調査して5番前田潤の体勢で2周目に入りました。1番広瀬の逃げリードは2写真ほど、追撃していく各社、2番東野正道が10戦トップスタートから前を追うが、7番篠原敦が内に覗いています。さあ圭一郎かぶさっさ、いけ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 、頑張れ圭一郎、ひたひたと忍び寄っている。広瀬の逃げをまずは地元篠原が先攻めで捉えて先頭だが瞬時な切り返し、8番鈴木圭一郎が2番手と上がっていきました。篠原と鈴木圭一郎の攻防戦でこれから中盤戦、一発行くのか、3番手に交代しましたが背後には6番松尾博文、さあ鈴木圭一郎の仕掛け、篠原の内を早い早い、入っていきまして先頭が早すぎる、1番池江圭一郎頑張れ、とどまっているが6番の松尾が4番手から3番手の位置を上げてきました。上位人気の3人がここで抜け出していって残り2周、さあ篠原頑張って、2着金、三者審査、追いすがる7番篠原が2番手、6番松尾さん残らないか、3番手となっています。逃げていた1番広瀬正道、頑張れ頑張れ、4番手交代となりこれからブルーフラッグを迎えるところ、8番鈴木圭一郎先頭で、さあラスト1周頑張って、 500m を切りました。2番手7番篠原、3番手差がついて6番松尾博文です。準決勝戦の悔しさを晴らす圭一郎、それが圭一郎だ、頑張れ圭一郎、8番の鈴木圭一郎4コーナーを立ち上がりました先頭、篠原2番手松尾博文3番手、 SG 制覇だ、鈴木圭一郎降臨。
さあ、いよいよ優勝戦でございます。もう昨日から決めてました。何があろうと僕はタックン、タックン頼むぜ。スタートからしっかり3秒前頑張る水風、タクゲスタートしました。1回で決まりました。さあ注目のスタート争い、大山さんだ。坂戸通る、今日も青山に先にしたトップスタート、そして乗っていく5番岩見隆と6番有吉達也、インコースタック頑張るぞ。こ竹下順平もここ一番のスタート力を優勝戦でも発揮しています。順平早い、順平はこれらの後ろ現在4番手から強迫力を放とうとしている。うわー、ここつらい。2周目に入って久門の主導権で2番手岩見、そして2番滝下、8番青山、猛然と3番手競り合ったところに5番岩見隆がまずは久門の壁を突破して先頭へと変わった。そして内外自在か、8番青山現在は3番手。さあタックまで頑張れ頑張れ、上がってこい。粘りを見せています。有吉はその後ろ4番手になりました。滝下順平5番手に下がって、あとは4番浦田慎介、後方には7番中村雅人、最後方が3番永田雅也。坂田さんも頑張ってる。おお、すごい、周平止めてるよ。岩見隆先頭、2番手は1番久門通る。さあ青山、周平が仕掛けどころを探っている道中ですが、久門のうち3コーナーで入ってくるか。8番青山、うわ、周平入ってった。久門を攻略しました。さあ完全 V をかけた5番岩見と8番青山のマッチアップなのか。3番手久門の内を捉えた6番岩見、6番の有吉、岩見が先頭、青山2番手、その後6番の有吉達也が3番手から再び青山周平との距離を詰めにかかっている。さあ渋谷は負けていないか、6番の有吉達也、今3番手から2番手の青山には1車身半の圏内で迫っています。5番の岩見先頭だ、滑っている8番青山、3番手6番の有吉、いや岩見さんすげえな。竹下順平が坂戸を突破していきまして4番手、終盤戦残り2周、うわ岩見さん頑張ってる。そして8番青山周平両者の一騎打ち、そこへクワランとする6番有吉、3番手の状態続いています。残り1周半、入るか、おお抑えた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 先頭キープ、抑えた先頭キープ、3番手6番の有吉達也の体勢変化、岩見さんすげえいける。ブルーフラッグ、さあ5番岩見隆先頭だ、2年ぶりのグレード制覇へ5番岩見、そして最後まで8番の岩見周平、つかず離れずの距離感ですが、最終コーナー5番岩見が先頭、青山2番手、有吉が3番手、うわ岩見さんすごい、おめでとうございます。はい、ということで最終レースまで見ていただきました。いやー岩見さん素晴らしい、いやー周平を見事ね、ブロックというかもうブロックじゃないですよね、もう岩間さん自分の走りでずっと8周回した、それが素晴らしかった。いやーおめでとうございます。飯塚勢今回ねすごい良かった。そんな中ねやっぱり一番ね連勝で頑張ってきた、まあ、たっくんね、あとね岩見さんね、こんな2人で順平もね頑張った、でも欲しかった。それってじゃあやっぱりね周平強いよ、うん、2着ではあるけどやっぱりねああいった形でしっかりね、あの2着ではあるけどやっぱりこうやって連に絡んでくる、やっぱすごいと思います。はい、ということで、改めまして岩見さんの優勝ということでですね、今節、終了でございます。おめでとうございました。もう選手権もね近いんで、ね、またね頑張って私の方もやってまいりますので、ぜひ皆さんチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。そして本日も皆様お疲れ様でございました。最後にお願いです。チャンネル登録並びに高評価ボタンと鈴ボタンプッシュ、そしてチャリロとの新規入会よろしくお願いいたします。